変化の割合を求める方法を考えましょう。まあ今まで何回もやってきたことがあるんだけど、一応ただ一つの方法として、よいしょ、表を書いてみるっていうことを、どの動画でも私はお勧めしておりますが、X と Y が、X の増加量がいくらいくらからいくらいくらの時に、変化の割合を求めなさいって出てくることが多いのね。なので、表を両サイド書いて、いくら増えて、y もいくら増えた。だから変化の割合は、x の増加量分の y の増加量ってやると。こうやってやるのが多分安全だろうと思います。よいしょ。見てね、チェキ見たらなんぼかわかるじゃんって知っとるでしょ。でもあれ実は1次関数の時だけなのね。2次関数を習うと、y イコール ax の2乗ってやつね。実は見ただけじゃ分からんのね。もちろん簡単に解く方法はあるんだけど、常に万能なのはこの表のやり方が万能です。だから、とりあえずは表を書く癖つけて、慣れてきたら楽をする方法を身につけたらいいと思うよ。問題。底面が、ここ90度らしいと。90度の、二等辺三角形 ABC、高さは6センチだそうです。よいしょ。で、体積が y と書いてあります。で、一応最後に求めるのは変化の割合なので、変化の割合は表を求める系ね。表を使って求めましょう。ただ、まずこの関数について、この関数っていうのはこの形なんですね。この関数についてどうしたこうしたって書いてあると。で、今回は、図形型でしょう。さっきの話じゃないけど、1個前の動画ね、図形型なので、図形型って公式使うんだったじゃん。まず公式を使って y 求めてからだね、いろいろ考えていくと。今回の公式は、v 体積ね。体積は、ごめん、3分の1いらんかったね。今回3分の1ないパターンで、S、底面積かける、v じゃなかったね。H、高さね。底面積かける高さっていうのが公式です。で、底面積は、底面が AB の長さが X と書いてあるので、底面 X、高さが X で、半分にして2分の1かける高さは6なので、こいつ計算したら 3x の2乗になると。で、今回はそれが y 立方センチメートルだからこうなりますよ。この式について変化の割合を求めるので、次のブロックで表を求めましょう。表を書いてみますよってな。これ使ってね、これを表にして表してみると。x と y ね。で、1から3まで増加すると書いてあるから1と3って書いて、この1はここに代入するのね。代入。そしたら3になるよ。この3もやっぱり x に代入したら、計算したら27になるはずだけどね。よいしょ。1から3までは2増えてます。3から27は24増えているから、変化の割合は、x の増加量2分の y の増加量24、12になります。答えは12。一応2つのステップね。一つは y を x の式で表すステップ。もう一つは変化の割合のために表を作るステップ。上は今回図形型だったので公式を使いましたってことね。OK。